こんにちは、まはやです。ということで Vlog 第2弾やっとお待たせしました。沖縄編でございます。沖縄に行ったのは5月の初めのゴールデンウィークです。1日目がね、あいにくの雨、曇りですね。到着です。メンソーレー。こっからリムジンバスってやつで移動します。ちなみにこの Vlog 全然出かけません。1時間ぐらいしたらホテルに着きました。今回の旅行で泊まるのは、ここの星の屋沖縄さんです。ここ2泊しました。スタッフさんが案内してくれた。なんかいろいろこだわって作られてるらしいです。スコールの中にはですね、畑やお庭が広がっております。でね、もう客室がね、すごいんですよ。まあ、広いのはもちろんなんだけどね、めちゃくちゃ海見えるんだよね。まあ、曇りだから、ちょっと1日目は景色があんまり良くないですけど、布団もね、ふかふかなんだけど、なんか、隣によくわかんないクッションコーナーとかもあるし、浴室はもうガラス張りのスケスケ風呂です。今回ね、お母さんと妹と私の3人で家族女子旅行ですね。女子旅です。で、少し客室から歩いたところにカフェがあるんですよね。カフェとその隣にレストランがあって、1日目の夜はそこでご飯を食べました。ステーキ食べたい。ヒレステーキ食べたい。残して私に起こすんでしょ。残さないよ。だって200ぐらいなんだよ。作って多くない？正直舐めてたんですけど、めちゃくちゃバカでかい樽みたいなのにサラダが出てきて全然食べれなかった。このステーキめっちゃ美味しかった。食べながら横を向くと海が見える景色なのでめちゃくちゃ綺麗です。で、夜になるとね、ちょっとライトアップされて綺麗なんですよね、色味が。2日目の朝です。若干昨日よりは天気いいかなーってくらいですね。まだ曇ってるけど、雨は降ってない。ここベランダ出て、座って外眺めることできるんですよ。ソファーみたいなのがあって。で、海と反対側は道路みたいになってるんですけど、その前に壁と客室の間にお庭みたいなのがあって、そこもすごく綺麗なんだよね。
早起きして9時ぐらいにもう部屋出て隣のホテルの近くの海に行きました。まだ風も強くて曇りだったんで寒いし中には入らなかったんですけど、軽く足を入れるぐらいで遊んでました。自分全然人生で海行ったことないんだけど、これやってみるの結構夢だったんですよね。書いたやつが波で消されるやつ。その後は時間があったので近くのちっちゃいお店が集まってるようなところに行きました。向かう途中の道にも沖縄らしい植物がいっぱいあって綺麗だった。なぜか一輪だけ咲いてるハイビスカス。ねえ、屋根みたいだよ。バナナスムージー買った。お昼ご飯は昨日食べに行ったレストランの隣にあるカフェで買って、外で海を見ながら食べられる場所があったからそこで食べました。自然を感じながら食べた。午後になってまだ時間があって、ホテルの施設に休憩所みたいなのがあったので、そこに行きました。そこにはお菓子とか飲み物、ジュースとか紅茶とか、あと本とかお土産品とか売ってて、そこでゆったりできるって感じでした。このシーサーの箸置きを買いました。その建物の出たところにプールがあったんですよね。で、このプールが冬でも泳げるらしく、水がすごくあったかいんですよね。水があったかくなってるから夏でも冬でもちょうどよく入れるらしい。夕方になって隣にあるホテル日光アリビラっていうところのプールが誰でも入られるらしくて、そこに向かいました。プールはめちゃくちゃ楽しかったんだけど、まあ、撮影はしちゃいけないと思うんでここはカットで。妹はベンチで見てて、お母さんと私ではしゃいでました。サウナにも入ったけど5分ぐらいで出た。夜ご飯はそのホテルのビュッフェに行きました。ビュッフェ食べてる時にちょうど日が暮れてきたんだけど、めちゃくちゃ夕日が綺麗で、夕焼け撮りに出てもいいですかって店員さんに聞いて3回ぐらい出た。
夜、星の屋さんの温水プールに向かいました。わあ、腰が、あったか、あったかい。一人でひたすら泳いでました。これが人生初のナイトプール。こっち来て、こっち、つま先ギリギリ。やばい、どんどん深くなっていく。助けて、深くなって。いや、自分が溺れる。スマホ死守してるから見えないんだけど、この先の見えない恐怖。わあ、すごい、見て、ほら、綺麗だよ、これ見つけるとこで。あ、あったかい。3日目の朝、さすがにめちゃくちゃ天気良くなりましたね。これは朝4時くらいなんだけど、すでに綺麗でした。もうめっちゃ海が綺麗、もう透き通っててすごい。お馬さんいた。朝はちょっと浜辺に出て動画撮影してみました。もう海が青すぎてマジで最高です。その後暇だったので、もう一回泳ぎに来ました。昼のプール。これもね、海をね、見ながら泳げるからね、マジで綺麗だし、マジで楽しい。でも一人。で、晴れてる時のカフェの景色はこんな感じ。もう水色がすごい透き通ってるよ。シャーベットみたいなの食べた。
そんなこんなで全然沖縄らしいところに出かけない沖縄旅行でしたが、まあ、自分的には満足です。免許持ってる人がいないと沖縄はあんまり回れないらしいです。まあ次に行くときは免許を取ってから行きたい。で、美ら海水族館とか行きたいなって思います。沖縄旅行はプレゼントにしたんですけど、お母さんも妹も喜んでたので良かったです。次の Vlog どこに行こうか迷ってるので、なんかおすすめの旅行先とかあったら教えてください。こちらは大量に買ったお土産たちです。バイバーイ。